はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、くせ毛を治す6つの方法についてご紹介します。くせ毛を治すってお伝えしましたけど、どちらかと言ったら、まっすぐしたりとか、ピンとね、くせを伸ばすっていう意味ではなくて、いかに髪の毛を扱いやすくする、そういった意味合いの治すっていう意味で今日はご紹介していきます。癖があることによって、例えばですけどね、スタイリング剤つけてもめちゃくちゃ広がりがすごく治らなかったりとか、アイロン入れたりとかしても時間が経ったらバッと広がったりとか、うねりが出やすい、そんな方って結構いらっしゃるかなと思います。そんな方におすすめの方法になります。では早速6つの裏技テクニックをご紹介します。まず1つ目はシャンプーのやり方を見直す。シャンプーのねやり方の重要なポイントを3つご紹介します。まず1つ目は温度に気をつける。2つ目はしっかりと頭皮マッサージをする。3つ目は入念に洗い流す。まず1つ目のシャワーの温度なんですけど、基本的には38度前後にする。これが一番ベストです。あまりね熱すぎたりとかすると頭皮だったり髪の毛がね乾燥してパサパサになりやすかったりします。逆に冷たすぎたりすると油分だったり皮脂が取り除けない可能性があったりするので、ちょっとベタベタが残りやすかったりする。なので38度ぐらいが基本的にはベストなので、これは覚えておいてください。次2つ目は頭皮をしっかりとマッサージしながら洗う。基本的にシャンプーっていうのは髪の毛を洗うものではなくて頭皮を洗うものです。なので頭皮でしっかりと泡立てて、揉み洗いする。そうすることによってね、血行も促進もするので、頭皮をまず入念に洗う、マッサージしながら洗う、これを心がけてください。最後ね、3つ目は入念に洗い流す。結構ねシャンプーって頭皮にねついてたりとか残ってたりですよね、される方も多いかなと思うんですけど、やっぱ残ってたりとかすると本当にね頭皮のトラブルだったりとかね、髪の毛にね悪影響を及ぼす可能性があります。なので洗いにかける時間、一番最初に流す時間よりも倍以上の時間をかけてシャンプーを流す、これを心がけてください。できればね髪の毛がこう触った時にキュッキュッってなるぐらい、そんな感じのね加減で流していただければなと思います。次にポイントの2つ目なんですけど、トリートメント効果を発揮させる。これもねその中で3つあって、まず1つ目はコーミングをしっかりとする、2つ目はハンドプレスをする、3つ目はラップでくるむだったりとかシャワーキャップをかぶる。まず1つ目のねコーミングするんですけど、できればねこういった粗めのくじ、これで溶かしていきます。でトリートメントをつけ終わった後にしっかりとこう溶かしていくんですけど、この時にね髪の毛が引っかからないように優しく溶かしてあげます。できればね毛先の部分から徐々に上に上げる。こうすることによってねトリートメントがまんべんなく髪の毛に浸透してくれます。2つ目はハンドプレスをする。このねトリートメントをつけた後、コーミングをつけた後にできればこうやってね手で挟んで浸透させるように優しく。でこうすることによってね手の温かみでトリートメントを浸透させていく。これやるだけでも全然変わってきます。なのでこれをね全体的に髪の毛、まあ、根元の部分で結構やりづらいと思うので、まあ、中間毛先の部分ダメージが気になるところをちょっと優しくね浸透させるようにやってください。最後にねラップもしくはシャワーキャップ、こういったねシャワーキャップをかぶる。ラップでねやっぱお風呂場で持っていくの結構大変だと思うので、こういったシャワーキャップだったらお風呂場に置いてても問題ないかなと思うので、最終的にねかぶせる、髪の毛を中に入れて、これでねちょっと時間を、そうするとね髪の毛にねトリートメントが結構浸透しやすくなります。3つ目の方法としては洗い流さないトリートメントを二度付けするです。最初にねまず皆さん乾かす前に多分洗い流さないトリートメントをつけられると思うんですけど、個人的にはこういうミルクタイプの洗い流さないトリートメントをつけてまずは乾かしていきます。で次に6割程度ある程度ね乾いたらもう一度洗い流さないトリートメントをつける。この時にオイルテープをつけると個人的にはいいかなと思います。髪の毛の表面しっかりとコーティングされて水分のね蒸発を結構防いでくれたりします。なので乾燥にねよるこう癖の広がりだったりとかが結構抑えれるので、癖毛が扱いやすくなります。ついに4つ目の方法はドライヤーの温風と冷風を使いこなす。実際にねドライヤーで乾かしていく時
なんですけど、温風でバーっと乾かしていきます。なんですけど、髪の毛がね、熱くなりすぎたりとかするとよりやっぱり乾燥してしまう可能性があるんで、熱くなりすぎたなと思ったら一回冷風でちょっと冷ましたりっていう風に、ちょっとね、髪の毛の温度調節もしっかりするようにドライヤーをかけてください。ドライヤーのかけ方なんですけど、こうね、前からこう当てて、下からいわゆる上に向かって乾かしたりすると結構バサバサになりやすいです。なるべくなんですけど、下に向かって、上から下、斜め上でもいいですし、真上なかなか難しいかもしれないですけど、ちょっと上から下に向かって、この髪の毛の面を整えるように、キューティクルが整うという感じなんですけど、そういう風にね、乾かしてあげると髪の毛綺麗になります。全体的に乾いたら冷風で髪の毛をしっかりと冷ます。そうすることによってね、しっかりと収まりがいい髪の毛になります。5つ目の方法はブラッシングを習慣化する。ブラッシングをすることによってね、頭皮の油分だったりとかが毛先の方に馴染むようになります。そうすることによってね、髪の毛がより扱いやすく、艶やかにちょっとなりやすいです。また、ブラッシングをすることによって、絡まりが原因のくせ毛を防ぐことができます。あとはね、血行促進にもなりますので、ヘアケアとしては欠かせないのがブラッシングになりますので、ぜひやってみてください。最後のね、6つ目の方法は、ヘアアイロンを上手に使うんです。このヘアアイロンの温度なんですけど、まあ別の動画でもちょっと言ってたりするんですけど、まあ基本的には140度以下。で、通すようにしてください。できれば髪の毛のね、取る厚さは3センチぐらいで取ると結構癖が伸びやすかったりします。なんですけど、髪質によっては140度じゃ癖が伸びなかったりする可能性もあります。髪の毛が例えば、太かったりとかね、強かったりする髪質の方です。に関しては、160度だったりとか、180度の場合もあります。この辺は、いつも言ってる美容室の、担当の美容師さんに、いくらの温度だったら、しっかりと癖が伸びるのか、そういうのをね、聞いてもらえると、美容師さんはその辺をね、やりながらだったら結構答えれるかなと思いますので、その辺もね、自分に合った温度っていうのも覚えておくのもいいと思います。はい、ということでね、癖毛を治す6つの方法についてご紹介させていただきました。今日からね、自宅で実践できる方法になります。なのでね、気になる方だったりとか、癖が気になる方、ぜひこの方法でお試しになってください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。